ところどころ傷はついてるけど、壊されたってほどじゃないわね。これくらいなら問題なさそうですね。ええ、後でリュウタに直させましょ。はあ、本当に始めるんですね。何を本当にって。そういうわけじゃないですけど。まあ見てなさい、世界なんてあっという間に征服してみせるわ。出ましたね、シュシュの自称絶対神が。自称って言うな、私は正真正銘本物の絶対神なの。はいはい、まあシュシュには頑張ってもらわないと私も困るんですけどね。世界征服の片棒を担ぐなんてとんでもなく悪いことですから。アルティスも変わってるわよね、天使のくせに悪いことがした。天使じゃありません、悪魔です。とっても悪い悪魔なんです。出た出た、アルティスの自称悪魔ですから。何回も説明、悪いことしようとしても失敗ばかりして、結果いいことばっかりしちゃったから。はいはい、そういう方にしといてあげるわ。もういいです、世界征服が終わって悪魔に戻った私の姿を見てせいぜい驚いてください。楽しみにしてるわ。シュシュ様到着しますよ。お、やっと着くのね。いよいよ始まるわよ。はい、いよいよ始まりますね。世界征服の最初のターゲット、日妖怪、サクッといただいちゃうんだから。ちゃんとした地面踏めた。私もです、地獄を追い出されて以来ずっと宇宙に浮いてましたし。私はいつ以来かな、何百年ぶり、いや何千年ぶりって気分がするわ。そんな大げさな。でもなかなか綺麗なとこっすね、日妖怪って。うんうん、いかにもファンタジーって感じ、気に入ったわ。私が最初に支配するにふさわしい世界ね。じゃあ行きましょうか。 G キャッスルはここに止めときますね。置いてっちゃうんですか、乗って移動した方が楽なのに。それは目立ちすぎるっていうか、よその世界で堂々とこの船を乗り回すといろいろ立場的なものが。いいじゃない、自分の足で歩いた方がこの世界をじっくり味わえるし、そっちの方が楽しいわよ。私としては少しでも早く世界を征服してほしいんですけど。慌てなくてもちゃんとやるって。ほら行きましょう。ピュッ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 、戦闘開始っすね。ピュッ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 
その身に刻みなさい。みんなもレベルアップする。悪の身、これでもっとシュシュ様のお役に立てるっすん。やっ、戦闘開始っすね。見ててください、シュシュ様。さーて、どんな次は誰が私のものになりたいの。聞いててください、シュシュ様。さーて、作戦、圧倒的な勝利ね。会えるかな。ピュッピュッピュッセイ。またまた下僕ゲット。シュシュ？シュシュ様？あ、どうしたの？一応決まってるじゃない。この世界の生き物を全部下僕にするな。いやいくらなんでも無茶っすよ。え、そんなに世間知らずの子だとは思ってましたけど。物知らずなご主人様だとは思ってたっす。何よ、かわいそうな子を見るような目で見ないでよ。だったらどうすればいいってのよ。それは考えてなかったです。二人ともしょうがないっすね。この能力で世界を征服するには、ズバリこの世界で一番強いやつを下僕にすればいいんすよ。お、なるほど、そういうものなんでしょうか。そういうものっす。あ、でもさ、それは問題ないっす。どの世界にだって勇者と魔王がいるはずっすから。ああ、勇者？魔王？ええ、そいつが魔王っすね。魔王ってのは簡単に言うと、何よそれ。シュシュと違って魔王は自分の世界にしか、そう、勇者の方は正義の味方で魔王を倒してめちゃくちゃかっこいい職業で。それは持ち上げすぎじゃないですか。そしてなんと、何を隠そう、実はよし、わかった。つまりその勇者と魔王を下僕にすれば、あ、まあそうなんすけど、悪いやつなら私の方がよっぽどめちゃくちゃすごーく悪い。そうです、シュシュには世界一悪い子になってもらわないと。はあ、まあシュシュ様がそう言うなら。さあと決まれば早速その二人を探しに行くわよ。
ポツンと引き、見ててください、シュシュ様、美しくしててください、見ててください、シュシュ様、さーて、どんなことをしてあげましょうか。素直に降参してればよ。お宝発見！やっ！私のものにしてあげる！僕の番っすね！おとなしくしててください。僕の番っすね！さーて、僕の番っすね！ロケットしてた。おとなしくしててください、見ててください、シュシュ様、さーて、どんなことをしてあげましょうか。素直に降参してればよかったんですよ。